イスズ自動車が2000年から販売している路線、自家用大型バス。なお、エルガの9メートル大型路線バスは、イスズエルガ LT を、中型路線バスは、イスズエルガ妙、イスズに OEM 供給されていた日野自動車設計の、エルガ J は、日野、レインボー h r 系、イスズ LJ を参照のこと。日本の長期規制、平成11年排出ガス規制に合わせ、 キュービックをフルモデルチェンジし2000年6月20日に登場した。社名はラテン語でに向かってという意味を持ち、新たな時代に向かって走り始めた路線バスをイメージしたことに由来する。外観は前年にフルモデルチェンジされた中型路線バスエルガミオと同様に全体的に四角く,くコーナーに丸みを帯びたラウンディッシュキューブフォルムのボディとなっている。また、 ヘッドランプも視認性向上のために同じく横置きから縦置き四等式に変更になった。これらはエルガミオとの部品共通化によるコスト削減を念頭に置いている。床形状としてはキュービックに引き続きフルノンステップバスワンステップバスツーステップバス,ス,プバス路線仕様、高速仕様が設定されたが新たに前中ノンステップのタイプ A が新たに追いされた。タイプ A は 後半パートレーン部分をワンステップバスと構造共通化することによってコスト削減を図っており、以後のノンステップバスの主流となるものであるド・トラックス・ Q ・サンディーゼルは当時の G タイプと同一構造。一方、キュービックの時代に設定されたトルコン AT 搭載、横置きエンジンの床面フルフラットノンステップバスはタイプ B となった。ホイールベースは4.8メートル。 L 尺5.3メートル、N 尺5.8メートル、旧尺の3種類が設定されているが、旧尺のノンステップバスは、構造上の関係などから製造されていない。サスペンションは、エアサスペンションを標準仕様とし、リーフサスペンションは、オプション設定とされた。2002年1月には、CNG ノンステップバスが、販売開始され、こちらは、タイプ、 A タイプ B 双方に設定された。また、自動車教習所向けの教習車も製造されており、多くが2ステップバスとなっている。2002年にコスト削減を目的として、メーカー標準仕様である R が VP が設定された。R が Valuable p a c k g e の略で、どの運行事業者でも使いやすいように仕様を統一し、部品の共通化を図ることで、コスト削減を行い、 排出ガス規制強化に伴うコスト増大の影響を最小限にとどめることを目的としている。これに伴いリーフサスペンション車の製造が中止となったほか、2ステップ路線バスは標準ラインアップからは除外されオプション扱いとなったため、カタログ上にも記載されなくなった。2ステップ路線バスに関しては、後に交通バリアフリー法の制定に伴い、 高速路専用や山岳路専用などを除き、原則として低床バスの購入を事業者側に対し義務づけることを見越してのものとされる。その後の動きは排出ガス規制や燃費基準が強化されていくことに伴うコスト低減を図った動きが多く見られる。初期の頃は一部例外を除いて椅子図バス製造で製造されていたが、 イスズ自動車と日野自動車のバス製造事業統合に伴い2004年10月1日より両社合同資本の J バス、宇都宮事業所、元井バス製造で製造が行われている。そのため開発はイスズ自動車が一括して担当している。また、車種に関しても OEM 供給を経て現在は統合車種となっている。2004年8月に タイプ A のノンステップバスを日野にブルーリボン E として OEM 供給を開始。2005年1月14日からは統合車種となり、日野にワンステップバスツーステップバス、教習車を含むも供給されることになった。ただし、CNG 車とハイブリッド車の供給はこれまで行われたことはない。ノンステップバスに関しては、 CNG 車も含んだタイプ B の製造が2005年8月をもって製造打ち切りとなりタイプ A に一本化された。これは通路の傾斜角が大きすぎて交通バリアフリー法の新たな規定に対応できなかったことやエンジンルームが客室内に張り出している関係上乗車定員が減少することに加え追突事故や火災が発生した際の安全性に問題があったこと トルコン AT などを使用することで、販売価格が高く、事業者のニーズに沿わなかったことが要因である。2012年には教習車の製造を中止した。一方で、エルガハイブリッドと称するハイブリッド車の販売を開始した。2015年に入り、日野自動車と共にモデルチェンジが実施され、エルガは2代目となった。日野では同時にブルーリボン、2代目に解消。 MT の廃止とノンステップバスへの統一が最大の特徴と言える。自家用2ステップ CNG 並びにハイブリッドはモデルチェンジ後も旧モデルのまま併売されていたが、これらは2017年までにすべて発売終了している。なお、現在は自家用仕様として現行エルガのトップドアノンステップが発売されている。初代の車種に関してはタイプ A の ノンステップバスワンステップバスツーステップバスは、形式名称が同一である一方、フリフラットノンステップバスタイプ B に関しては大きく、異なるので、全車を先に掲載し、後車に関しては別記とする。また、CNG 車については、ディーゼル車の改造扱いとなっていることから、各形式内の項目に適述する。2000年6月20日に発売開始された、長期規制。 平成11年排出ガス規制適合車。前述のように、路線バスとしては、ノンステップバス、タイプ A、ワンステップバス、ツーステップバスが設定され、自家用車も製造された。エンジンは、路線バスでは、珍しい V 型8気筒の8ペイチ型で、イスズキュービックと、同型、出力は177キロワット、240PS、および210キロワット、 285PS を搭載している。変速機は、アド付き5速マニュアルシフト、アクトが標準設定されたオプションで、直結5速も選択可能。形式は、エアサス車が、キロリットル LV280 系で、リーフサス車が、キロリットル LV380 系である。サスペンションは、エアサスが標準仕様であり、リーフサスはオプション仕様であった。 ワンステップバスツーステップバスに関しては3種類の差しがある一方、ノンステップバスは床下の骨格構造が異なる関係上 LN の2種類のみである。なお、WB5.8 メートルの旧着車 LV2891 の納入事業者は、上鉄、東京ベーシティ交通、奈良交通、国際工業バスなどを数えられるほどしかない。また、 中国 JR バスがクレアライン等の近距離高速路線、車内では準高速バスと称する用として SE セミエクスプレス準高速使用を導入した。準高速使用者はカタログ上では前扉のみを装備したツーステップバスとなっているが国際工業バスや南海バスなど一部の事業者には全中ワンステップ使用の車両も存在する。 2002年1月には、ラインナップに CNG ノンステップバスが追加された。CNG タンクは、屋根状のカバー内に5本搭載され、後続可能距離は約 200km とされている。搭載エンジンは、V 型8気筒の 8PF1 型、177kW240PS で、トランスミッションは5速 MT のみの設定となっている。 日野自動車への OEM 供給は2004年8月に開始され、ノンステップバスのキロリットルキロボルト280系が供給された。ステアリングホイールや車体の内外装に記載されているメーカーロゴ以外は、キロリットル LV280 系とほぼ同一仕様となっており、外観からの識別は非常に困難である。形式は以下の通り、ノンステップバスはエアサスのみ、 2004年12月21日に発売された新短期規制平成16年排出ガス規制適合車。平成12年排出ガス規制に対して粒子状物質75%低減レベル車となっており、超低 PM 車適合となっている。エンジンは中型車と同型のものに下級機を搭載した 6HK1TCC191kW。 260PS に変更された。トルクが細くなったため、5速 MT 車のトランスミッションが、アド、オーバードライブ付き5速、トップギア、5速の減速比が1、1未満から直結5速、5速の減速比が1、1に、ファイナルギアも、減速比を大きく、ローギアード化して補っている。6速 MT5 速、MT5 速 AT となり、AT は、 タイプ B の ZF からアリソンに変更された。LV280 系との相違点は、側面の反射器の有無と後部のエンジングリル開口部が、左側から右側に移ったこと、CNG ノンステップバスを除く、運転席のエンジン回転系が4000回転まで、刻んであこ子、車内の空調ダクトが最後部まで続いている点で、識別できる。対応が遅れていた。 高出力車及び自家用系と近距離高速路線車の SE も後日に発売された。エンジンは6 h k h t c h 2 2 1 k w 3 0 0 p s で従来車に比べて出力は 11kW15PS 向上。最大トルクは若干下がった一方、中型車用をベースに大型車向けにチューニングされた軽量コンパクトなエンジンに乗せ替えたこと。 トランスミッションがアド付ける不足になったことで、発信性も遜色なく、燃費性能向上が大きな特徴になっている。一方、CNG ノンステップバスの外観や駆動系などは、キロリットル LV280 系と変わらないが、反射器の取り付けは行われている。日野自動車のブルーリボン E とは、CNG ノンステップバスを除き統合車種という位置づけになり、 2005年1月14日から、キロボルト234系として供給が開始された。識別が困難なのは変わっておらず、ハンドルや製造名板に、日のとあれば、ブルーリボン E と判別できる程度である。形式は、以下の通り、2007年2月22日に発売開始された、新長期規制、平成17年排出ガス規制適合車。 基準に対して PM の10%減を達成している。車両総重量14トン以上の MT 車の一部は平成27年燃費基準に適合しており、自動車取得税が2%免除される。高出力車に関しても同年8月7日に追加設定されたが、同様に燃費基準をクリアしている車両、していない車両が発売されている。 なお、2007年8月31日まで PJLV234 系の登録が可能であったことから実際にはこの後に多く納入されている。エンジンは標準出力車が 6HK1TCC191kW260PS、高出力車が 6HK1TCS221kW300PS となっているが VGS ターボ採用により 先代よりもトルクは大幅に向上している。トランスミッションは6速 MT、5速 MT、5速 AT、アリソン製の3種類である。また、路線バス仕様の他に、自家用仕様も用意されており、定員が異なる。これら違いにより同じホイールベースの車両でも、多種多様なラインナップが存在し、燃費がおのおの異なっている。さらに、この世代からは、 キロリットル世代の途中からオプション扱いとなっていたツーステップ路線バスに加え、巡航速使用者もオプション扱いに変更となったため、カタログ上に記載されなくなっている。今回の車種からワンステップバスのサスペンションがノンステップバスのものと同一になり、コストの削減が行われている。また、公式側にエンジンルーバーが新設されており、PJLV、日の ブルーリボン E は PJ キロボルト系との識別が可能になっている。ノンステップバスでは非公式側の最後部窓が拡大され、こちらからでも従来の車両との識別が可能。なお、日野自動車のブルーリボン E も同時にマイナーチェンジ、形式が PKG、PDG キロボルト234系に変更しているが、日野ブルーリボン E のヘッドライトが二等式に、 変更されたことなどの点で、エルガと外観上の区別ができるようになった。車内のスタンションポール、握り棒の取り付けが変更され、見た目がスッキリしたほか、個別仕様による位置変更が容易になった。また、従来はステンレス製だったポール素材が粉体塗装のオレンジ色パイプになった。2007年11月30日にはラインナップに、 CNG ノンステップバスが追加された。エンジンは新開発の 6HF1TCS 型 180kW245PS を搭載し、トランスミッションは5速トルコン AT のみ。燃料システム運マルチポイントインジェクションの採用や PM を全く排出しない点、CNG 車で初めてアイドリングストップシステムを標準搭載したことが特徴である。 形式は以下の通り、燃費基準達成者が PKG-、非達成者が PDG- となる。2010年8月4日発売開始、排気ガス浄化装置の改良と尿素 SCR システムの採用により、平成21年排出ガス規制、ポスト新長期規制に適合した。合わせてトランスミッションの全車6速化により燃費性能を改良し、 新たに、高出力 300PS エンジン搭載オートマチック車が平成27年燃費基準に追加適合させている。今回のマイナーチェンジより、ノンステップ車の座席配置はこれまでの均衡型が廃止となり、新たに中扉から後方の座席を二人掛けから一人掛けと知りず、席スペースを拡大したラッシュ型が設定さ。 安全面では ABS が全車に標準装備されている。運転席の軽機類は今回より配置が変更となり、照明が LED 化され、燃費、尿素水、残量、酸素発信警告、オプションなどが表示可能なマルチインフォメーションディスプレイが装備される。PKG、PDG- 車とは異なり、 公式側ルーバーが廃止されており、非公式側のホイールベース間の窓が固定窓となった。また、今回のマイナーチェンジより、新 ISO 方式のディスクホイールを採用しているため、ホイールのナット座、ピッチ直径、PCD、ピッチサークルダイアマターが従来より大きくなっていることでも、指揮可能である。2010年10月5日、 ラインナップに CNG ノンステップバスが追加された。ディーゼル車のポスト新長期規制に相当する圧縮天然ガス自動車の排出ガス技術指針2008に適合しているほか AT が6速化された。2012年4月1日以降に納入された車両については新エコカー減税対応に伴う排出ガス規制記号の変更に対応するため 車検証等の書類上に限り排出ガス規制記号を q p g q k g q d g 変更している。ただし仕様は従来通りとなっており、口実の q p g q k g q d g l v 2 3 4系とは、新ワンマンバス構造要件に適合などの点で、仕様が異なるので注意が必要である。形式は以下の通り、 燃費基準達成者が LKG-、非達成者が LDG- となる。2012年6月15日、同モデルを7月2日にマイナーチェンジし、発売することが発表された。今回のマイナーチェンジでは、MT 社は平成27年燃費基準より5%向上したほか、平成21年基準低排出ガス車認定を取得して、 2012年7月から適用される新ワンマンバス構造要件中扉開示の動力電カット装置標準装備などにも適合している。また、シート及びシートベルトに関する保安基準が改正されたことに伴い、高出力エンジンに加えヘッドレスト付きシートを選択しないとシートベルトが装備できなくなったため、一般路線車において 標準出力車の納入事例が再び増加しているほか、南海バスなど一部の事業者には、準高速仕様のワンステップ車が納入されている。さらに、標準出力 260PS エンジン搭載の AT 車も平成27年燃費基準に適合されている。このモデルより、ハイバックシート装備車以外の客席シートベルトの設定が廃止されたほか、 教習者も標準ラインアップから除外されており、オプション扱いとなっている。詳細は後日。2015年、後継車種の2台メールが発売に伴い、販売終了。なお、生産自体は、同年度導入の東京都交通局導入者、車両番号 A570 から670、入札制のため年度途中の形式変更が不可能、などで一部継続された。 以降2017年まで CNG ノンステップバスとツーステップバスのみの販売となっていた。形式は以下の通り、燃費基準達成者が QPG-、QKG-、非達成者が QDG- となる。このタイプは床面フルフラットタイプのエアサスノンステップバスでタイプ B と称される。床面構造に対し、 最後部にエンジンを垂直横置きし、後輪の車軸にドロップアクセルを採用することで対応している。構造的には前モデルのキュービックノンステップバス、KCLV832 系に準ている。エンジンは、磁気録気筒の 6HK1TCC 型 260PS で、トランスミッションは ZF 製、トルコン式 AT である。 2002年1月にはラインナップに CNG 車が追加された。エンジンは時気録気筒の 6HA1 型1 4 0ット1 9 0 p s でトランスミッションはディーゼル車と同一である。なお CNG 車に関しては2002年1月の販売開始より前の2001年に東京都交通局、都営バス23台、名古屋市交通局、 名古屋市営バスに一台納入されている。フルノンステップバスは、この台のみにとどまり、新短期規制適合を行わず2005年8月をもって生産を終了した。これは、床下機器の搭載位置変更による特注部品使用によるコスト増大や中扉以降のスペース減少などの難点があることや、山岳路線や高速道路の走行に必要となる。 高出力エンジンを搭載できないこと、追突時の安全性に問題があったことなどが原因で普及が進まなかったためである。形式は以下の通り2015年8月18日登場以来初のフルモデルチェンジを実施した。車体については先代からの流用部分が多く大幅なマイナーチェンジとも言えるがフロントリアは印象が異なるものとなった。 ヘッドライトが二等式となり、統合車種の日のブルーリボンと外観が統一された。ボディ構造の見直しにより、ホイールベースを長くしてノンステップエリアを拡大し、車体高を高くして車内空間を広くした。また、車両全体を 600kg 軽量化した。エンジンは直列6気筒から4気筒にダウンサイジングされ、 トランスミッションは MT が廃止されて、AMT と AT のみとなった。運転席のラウンドフォルムコックピットもデザインが変更され、LED インパネメーターもギア段表示位置の変更や、時刻表示の追加がなされた。このモデルより、ノンステップバスのみの設定となった。従来ノンステップ車では前扉にグライドスライドドアを採用していたが、本モデルより折り土に改められた。また、 ワンステップ4枚より、戸車が廃止された代替として、整理券発見機の台座部を廃止する代わりに、中扉を幅広にする仕様も選択できるようになっている。燃料タンクの位置変更も行われ、従来は中扉横、または右前輪後ろに設置されていたが、モデルチェンジ後は前輪タイヤハウス一体型となった。このため、最前席、扉側、または 運転席後方が廃止となっている。燃料タンクは標準では扉側だが、事業者によっては給油一致などの関係で、運転席後方側に移設して導入することも可能である。客席シートの形状も、セパレート式、ヘッドレストやシートベルトの後付けに対応したものに改められている。また、安全対策とバリアフリー工場のため、優先席を含めた、 ノンステップエリアの座席がすべて前向きとなり、スロープ板が操作の容易な反転式スロープに変更され、車椅子固定装置の改良も施された。2015年度のグッドデザイン賞を受賞している。2015年8月18日発売。新たに2ステージターボ付きの直列4気筒、排気量5.2リットルの 4HK1TCS 型エンジン。 184kW250PS を搭載し、トランスミッションは6速、a m t と6速 AT、アリソン製が、設定差14トン以上の AMT 車が、平成27年燃費基準プラス10%を達成した。形式は以下の通り、AAMTAT とも上段は14トン超、下段は12トン超14トン以下に分類されている。 重量車燃費基準ランク2017年8月8日発売平成28年排出ガス規制ポストポスト新長期排出ガス規制適合に適合エンジンは5.2リットルの 4HK1TCH 型エンジン1 7 7ット、240PS に変更されている LED 式ヘッドランプを採用したまた シフトレバーの位置と形状変更により足元スペースが拡大されている。2017年9月、自家用向けとして、トップドア仕様のノンステップバスが追加された。トップドア仕様の補助ブレーキは、AMT 車と GVW12 トン以下の AT 車は、排気ブレーキが、GVW12 トン超の AT 車は排気ブレーキと、AT、リターダが、標準装備されている。 AMT 車並びに GVW12 トン以下の AT 車もリターダをオプション設定。トップドア仕様のノンステップバスは客席シートベルトと補助席が標準装備されるが座席はローバック固定シートである。なお衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱警報装置が標準装備されていないため高速道路を走行することはできない。形式は以下の通り。 AMTAT とも上段は14トン超、下段は12トン超14トン以下に分類されている。重量車燃費基準ランク、東京モーターショー2011にて、エルガハイブリッドが出展された。出展車は試作車扱いで、LV234 リットル3である。初代エルガハイブリッドの量産車は、この量産タイプ試作車がベースとなっている。なお、 この量産タイプ製造前の2008年9月30日には、プロトタイプ、試作ハイブリッドも開発しており、こちらは、エアロスターエーコハイブリッドと同様のシリーズハイブリッドシステムを採用していた。このため、6HK1 型エンジンではなく 4HK1TCS154kW210PS エンジンを採用しており、ハイブリッドバッテリーは屋根状に設置していた。 CNG と同様のカバーを採用していたため、外観上 CNG 車と識別するのが困難であった。2012年8月9日、エルガハイブリッドが東京モーターショー2011参考出品車とほぼ同等の仕様で発売開始された。平成21年排出ガス規制に適合、NOXPM10% 低減を達成。 平成27年度重量車燃費基準達成プラス10%を達成している。従来のハイブリッドノンステップバスでは、ハイブリッドシステム用バッテリーが屋根上設置だったが、エルガハイブリッドは、モーターショー出展車同様、車内最後部の非公式側の2席分に、リチウムイオンバッテリー、346V を搭載した。このため従来車と比較し、エ L 尺、 N 尺ともに座席が各3席減少している。バッテリーが室内設置となったことから、ディーゼル車との外観上の相違点はバッテリーによる、非公式側最後部の窓の閉塞以外ほとんどなく、車高も従来のディーゼル車と同一のため、ディーゼル車で運用されてきた路線にも、車高を気にせず投入できるメリットがある。ハイブリッドシステムは、米。 イートン車製のパラレルハイブリッドシステムを搭載しており、ディーゼル車と同形式の 6HK1TCC 型 191kW260PS エンジンと HB1 型モーター 44kW60PS が組み合わされた。トランスミッションは同じくイートン車製の6速 AMT 自動変速式マニュアルトランスミッションを採用している。 なおモーター駆動のみでの EV 走行中もエンジンはアイドリング状態で回転している。それ以外の基本的な仕様はディーゼル車と同様となっている。2012年9月、市販1号車が阪急バスに納入された。これを皮切りに様々な事業者に導入されている。2015年1月29日に改良が施され、車両の軽量化により、 定員が1名増加するなどの使用変更があった。形式は、以下の通り、2015年4月、平成27年度重量車燃費基準達成プラス15%を達成し、排出ガス規制記号が QSG マイナスに移行した。形式は、以下の通り、イスズオリジナルの初代エルガハイブリッド、LVK は、生産終了となった。ハイブリッド車は、 日野自動車製のブルーリボンハイブリッドとの統合車種に統一された。また前述の通り、二代目エルガの発売開始に伴い、2017年度には二代目に移行され、日野、ブルーリボンハイブリッドとの統合車種となった。車種の設計は、日野自動車、ボディはイスズ製の二代目、エルガタイプ、J バス、宇都宮事業所製とっている。これに伴い仙台と比較して、 ハイブリッドシステムが E ートン製からヒノ製に変更され、バッテリーがリチウムイオン電池からニッケル水素電池に変更された。2017年度にヒノ製の A05CK1 エンジン 191kW 260PS 排気量 5123cc を搭載したエルガハイブリッド HLK の形式を取得し、翌年度、 2018年4月13日の正式発表と同時に販売が開始さた。形式取得時に国土交通省標準仕様ノンステップバスにも認定されている。形式は WB5.3 メートルガニ SGHL2 アンブド、WB6.0 メートルガニ SGHL2 アスド、平成28年排出ガス規制に適合し、 平成27年度燃費基準プラス15%を達成した。日の製の6速 AMT、ハイブリッド用を採用している。形式は以下の通り、L がブルーリボン E からは乗り合いや貸切用途の他に、大型、第2子免許向けの教習車のラインナップが設定されている。それまでは全長9メートルのバス。 イスズ・エルガイル・ティー・イスズ・キュービック・エルなどが用いられてきたが、北が中型免許新設に伴って各地の教習所の車両が全長11メートルの車両に代替されることになったことによるものであり、2003年に先行導入された神奈川県運転免許試験場を代わりに発売を開始した。ラインナップはこれまでの乗り合い車種同様、排出が好きとに合わせたラインナップになっており、 EDG キロボルト系からは、ヘッドランプが二等式に変更された、日の絵は、PJ- 車から、供給開始。すべて全長11メートル、N 尺の2ステップバスとなり、改造扱いとなる。教習車らしい特徴的な仕様が設定され、前扉がカットされてその部分に、助手席が設定されているほか、当然ながら補助ブレーキや、教官用のメーター類なども整備されている。 また一部には2ステップトップドアのエルガから方向膜を埋めた教習用バスも存在するエルガの全形式であるキュービにも存在する。なお、2012年7月1日をもって製造中止となったが、メーカーによる路線車から教習車への改造メニューがある。形式は以下の通り、すべてホイールベース5.3メートル2ステップ中扉仕様エアサス車である。 エルガの車体は基本的にイスズバス製造または J バスで製造された純正車体が仮装されるが一部には富士重工業や西日本車体工業で製造された車体が仮装された車両が存在する富士重工業仮装車の多くはワンステップバスかノンステップバスのいわゆるタイプ A だが東部バス及び京成バスに 富士重工ボディのいわゆるタイプ B を仮装した例があり、2003年3月に同社がバスボディ製造から撤退するまで製造された。西日本車体工業仮装車は純正車体が J バスでの製造になってからしばらく製造が行われていなかったが2005年頃から発売を再開し、2010年に同社が解散するまで製造された。 2003年4月以降の仮装車種に関しては、西日本車体工業2003年4月以降に、日産ディーゼル以外に、ボディ仮装を行った例を参照のこと。富士中工業仮装車西日本車体工業仮装車楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。